化に向けて見極める。この男が我が家にとって不甲斐をなす存在かどうかを。いや、ふさわしくないに決まってる。あ、コートとお荷物預かりますよ。いえ、大丈夫です。ありがとうございます。簡単な料理でよければすぐ用意しますので、二人でくつろいでてください。お気遣いなく。誰が貴様の作ったものなど。お待たせしました。ち、姉さんとの楽しいひとときを邪魔するな。いや、ふん、料理ごときで簡単に認めると思うなよ、外道が。姉さんはこんな奴のどこを好きになったんだ。こんなちょっと料理ができて、顔が良くて、背が高くて、気遣いができるだけの医者なんか、なんか。ジェイク！